はい、レオンチャンネルです。年末恒例の突然のおもちゃ情報解禁、そっちか！ビジョンドライバーの一般発売なかったから、どうすんだろうと思ったら、シーカーのバックルが、お正月商戦アイテムだって、こっち、一般発売なんだ。ちょっとびっくりなんだけど。でもやっぱ理想は、ビジョンドライバー、年末に新たな変身ベルトが出てくれるのが、一番、おもちゃ遊び的には、まあ、レビュアー的にもテンションが上がるんだけど、もうなかなか年末に一般発売の新ベルトってないのかな？ってことで、今日情報解禁があって、デラックスパワードビルダーバックル&ギガントバックルセットで、劇場版で仮面ライダーシーカーが使ってた、めちゃくちゃ特別なバックルね。劇場版限定アイテムかと思いきや、どうやらテレビ本編で、そのままリーツが使うようで、まさかの一般発売来ましたね。劇場版でも、あのシーカーの変身者の変身ポーズとかキャラクター自体がめっちゃかっこよくって、変身後はフォートナイトみたいに建設しながら戦うっていうフォトナ要素全開のキャラクターでしたが、超小型バッグみたいなやつが3つついてて、それをここにセットすることで武器召喚とかなんならフルウェポンみたいなのもやってましたよね。5390円で12月27日、本当についさっき情報解禁が来ました。なので情報解禁からもう数日後にすぐ発売と、火曜日だ。仮面ライダー D2 よりデラックスパワードビルダーバックル&ギガントバックルセットが登場。ギガントソードバックルをセットしたパワードビルダーバックルと、別売りの変身ベルトデザイアドライバー付属のブーストレーズバックルをベルトにセットすると D2 変身体験が発動。あ、へえ、これのことか。ウェポンもセットした状態で初めて D2 の変身音が鳴るって。へえ。さらにパワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込むとアームが稼働、 LED が発光して変身音が発動、仮面ライダー D2 パワードビルダーフォームへ変身なりきりができますと。さらにシーカーのコア ID とパワードビルダーバックルギガントホルダーをベルトにセットすると、仮面ライダーシーカーパワードビルダーフォームへ変身なりきりもできて、パワードビルダーバックルにギガントバックルをセットすると武装遊びができます。さらにギガントハンマー、ギガントブラスター、ギガントソードの3つのバックルを1つずつ付け替えていき、グリップを操作すると超必殺技、これがオールドラゴンみたいなやつだ。なので価格はまあまあしますけど、おもちゃとしてはデカバックルと小型バックルが3つつくみたいな、かなり特殊なやつですよね。ちょっと細かく見ていこう。なんかこの辺をねピンって触るシーカーの変身ポーズがめっちゃかっこよかったし、要はビルダーバックルとギガントバックルを両方同時にセットして変身って手順でしたね。やっぱ一般発売するってことは、もしかしたら劇場版の登場で終わらないのかな、バハトみたいな感じで。なのでここにグリップが追加されて、これがあることでコマンドツインバックルみたいに変身アクションがまた変わって、劇場版ライダーっぽい変身ベルトの見た目になりますよね。ただベースがデザイアドライバーなので、その辺はさすがデザイアドライバーはこれつきませんからね。こっちがパワードビルダーバックル、ギガントバックルで、ウェポン3種と剣と銃とハンマーね。映画本編ではとにかく何かを建設しながら攻撃っていう、とにかくフォートナイトって感じだった。でゴールドのシーカーのコア ID がついて、ここに3つのピンがあるから、これによって個別認識する感じだ。なので3種類で音声が変わってくるってことですね。そしてパワードビルダーバックル自体はこの部分も、この挟み込んでるようなところも稼働してましたよね。ギーツパワードビルダーフォームに変身、はじめにギガントソードバックルをパワードビルダーバックルにセット、パワードビルダーバックルとブーストレイズバックルを両側にセット、もうこれでシーカーと全然手順が違う。ギーツの変身体験が発動、グリップを押し込んでアームが稼働、ここねアーム部分が前に出てきて、ギガントソードセットクリエーションレディファイトで、これがギーツの変身、グリップを閉じてグリップを開いて押し込む、シーカーの場合はパワードビルダーバックルとギガントホルダーを両側からセット、セットワーニングで Would you like a custom selection、この選択でよろしいですかみたいな、そういう意味合いかな。グリップを開いて押し込んでアームが稼働で、パワードビルダーフォームに変身完了で、最初ここにね何もハマってないんですよね。でギガントバックルを付け替えて武装チェンジ、ギガントハンマー、ギガントブラスター、ギガントソードで、これをねこのように付け替えて武装チェンジっていうのが、ほんと本編でも活かされてたし、かっこよかった。でギガントバックル付け替えで超必須
殺技と、これも本編劇場版でやってましたね。フルウェポン状態、なんか胸のアームとか肩のアームとかも全部展開してましたよね。グリップを開いて押し込むとバックル名が鳴るで、単体音声も楽しむことができます。パワードビルダーバックル別売りの、おすごい、別売りの小型レイズバックルもハマるって。リガントアームズで、これはさすがに共通音かな、こりゃすごいね。これが27日に突然の発売で、年末に発売したやつはお正月商戦におじいちゃんおばあちゃん買ってで買ってもらうやつね。デラックス玩具の解禁としてはそれだけなんだけど、もう一個リボルブチェンジの PB03 の情報解禁も来て、これはプレ版限定アイテムですが、仮面ライダーシーカームービーバトルロワイヤルセットで4950円、大型武器3種が付属で、あーそうきたか、メット。これゴリゴリのこの動画、劇場版のネタバレ動画になるな。下半身どうなってんのと思ったら、小型バックルっぽいデザインなのか。結構がっつり専用造形だし、本編でも武器超でかかったんだけど、ちゃんとそれが再現されてると。すげえ、めっちゃかっこいい。なので、ちゃんと上半身、下半身、最初から付属してますよと。パードビルダーって両方からバックルを差し込むので、下半身も上半身も最初からアーマーがはまった状態なんですよね。あとはこの辺のアームが確か点火してたんで、それ再現できるかどうかっていうと、3つの大型武器、ギガントウェポン、うん、全長10センチ。でかい。武装状態、剣武装、これ踏切剣ね、でハンマー武装、ブラスター武装で、シーカーはね、その名の通り鹿がモチーフなんだけど、そんなことが気にならないぐらいめちゃくちゃかっこいい敵ライダーになってたな。あ、ちゃんと本編通りじゃん。サブアームが展開、胸部のここと肩のこの部分と、あ、腕か、腕のこの部分のサブアームが変形稼働するんだ。あ、すげえ。そう、これで全武器を武装するみたいな、そういうのがねあるんすよ。でリボルブチェンジでフォームチェンジ、あ、これはおもちゃ独自のものだね。上半身のこのごついのがひっくり返って、下半身が上に来て、小型バックル武装みたいな、そういう状態になってると、かっこいい。これはこれで全然ありだね。こういう風にできるってことは、じゃあ本編でギーツとかがこういう風に使うってことなのかな。あ、そんな感じっぽい。マグナムブーストセットと組み替えで、ボディーパーツの頭部と右肩アーマーをギーツ用に換装。右肩アーマーが違うの？どこが変わってる？あー、この警告色のスクエアなアーマーがなくなるんだ。でもうちょっとシンプルなものになって、頭部を付け替え、オレンジ複眼にして、ギーツの狐をはめることで、あ、でも下半身のこの辺とかも一切使わない感じなんだね。でギーツのパワードビルダーフォームに変身可能を、これ到着いつそもそも？あ、5月か。まあまあ遅いな。あー、で、これがネタバレになりますが、別売りのビートフォームとモンスターフォームのボディ、エントリーボディを使うことで、今回このリヴァイとバイスの上側のメットはついてきますので、これ意外とさ、そうマッチしてたんだよね。リヴァイのビートフォームとバイスのモンスターフォーム、これどういうわけでこのバックルが選ばれたんだろう。色かな。なるほど、これもあって情報解禁が本日だったんだな。で5月発送4950円で、先ほど書いてある通りでございます。こんな感じでメットがバイス、リヴァイ、シーカーの分がついてくると。面白いね。ということでこれポチります。はい、レオンチャンネル仮面ライダーシーカームービーバトルロワイヤルセットをポチりましたっていう風に、これがプレ版で新たな予約開始してるのと、あとそうだ、ベータボックスの点火器、あ、これまだ買えるんだ。これさ、前のなりきりイベントで情報解禁があって発売しますよってことでしたが、ついに昨日から予約開始になりましたね。シン・ウルトラマンのベータカプセル同様にいきなり売り切れるといけないから、昨日出先からポチったんだけど、ベータボックス点火器、メフィラス星人のやつね。これめちゃでかいんだけど、ほら約40センチですよ。
まあ、本編でも大きかったですから、それがおよそ1分の1サイズで商品化と。ベータボックスを起動させる点火装置が初の立体化で、メフィラスの技術力をもってしてもいろいろと小型化できてないのが光の国の技術力やべえみたいな、そんな感じありましたね。で、技術シーンの効果音が鳴る。さすがにメフィラスボイスは入んないか。ベータボックス点火器補助台座、メフィラスの名刺、これは熱い。で、外観は赤色部分にアクリル素材を使用を、シルバー部分は全体を重塗装を、先端パーツはダイキャストを使用を、で、この辺りがダイキャストだって、いい重さがあるってことだ。音声発光ギミック、親指ボタンを押すと全6箇所が同時発光を、劇中で使用された効果音が鳴る。で、 BGM がここを押すことで収録。メフィラス星人戦のさ BGM むっちゃかっこよかったですよね。あー、これは黒いスーツを着て渡したい。あー、メフィラスボイスなんないか、残念。厳密に言うと本編だと本当に異星人アイテムって感じで、この辺が繋がってないんですよね。尖った針みたいなのが乗ってるみたいな、そういう神秘的な造形で、あとは発光も全体が発光と書いてありますが、クリアレッド部分が、個人的にはここの先端がバーンと思い切り強力に光って、メフィラスが巨大化してましたので、全体が光るっていうよりはここがバーンとね、効果音とともに強力に発光してほしい。でもこれ映画では CG だったので、ちゃんとガッチの触れるものとして立体化は熱い。6月発送で 17,050 円で、昨日これはベータボックス展開機一発入れました。あとはね、そう、忍者マンの SMP がプレ版限定で商品化されて、これはね、忍者マン僕好きなんで、おもちゃも当時のやつ持ってますけど、なので買いました。プロポーションは当時のおもちゃっぽさがありながら、このフルアクションみたいな、これすごそうっすよね。楽しみ。5,940 円で5月発送。あとはフランセンさんブログでギミックの追加の説明があった、カブトゼクターバージョン 1.5 も絶賛受注中です。これも2月10日までだから割と余裕あるね。プレ版アイテムとしてはそんなところかなって言おうと思ってるけど、メフィラスのアーツ同時に来てんだ、8,250 円。あ、これも展示されてたっけ。新ウルトラマン持ってるから買おうかなって感じで、年末の情報解禁&お正月商戦のアイテムは、僕は新変身ベルトを熱望しておりましたが、要はビジョンドライバーの一般販売ね、そっちはなくてシーカーのバックルセットが情報解禁&発売となりますので、またこちらも27日に買ったら速攻レビューしたいと思います。まあベルトの見た目が相当変わるから、一応新ベルトっていう風に見れなくもないかな。では確認下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。